はい、続いて6番7番を見ていきます。さっきロカが応募するって言ったけど、そのロカの実験のビーカーの正しい置き方書き入れなさいって問題ですね。まあ、回答用紙準備するの大変なんで、ここで書きます。これ面白いね。まあ、こうやって書いて間違ったっていう人はいるだろうけど、こんなこと書いて間違った人がいるかなって考えちゃうよね。あ、答えわかるよね。こっちの長い方に、ロートの先の長い方にこうつけて、こうね。まあ、ただし、この辺にこう、書いた、ね、理科書いたりしたらね、授業で英雄になれるかもしれないね。まあ、変なこと言われないようにね。で、7番。塩化ナトリウム水溶液中から塩化ナトリウムを答えとして取り出すにはどうしたらいいか方法を書きなさい。この硝酸カリウムや明矾はこの温度による溶解力が大きいので、一回溶かし切った後、こう冷やしていけば、この溶けきれなかった分が綺麗な結晶として得られます。塩化ナトリウムは、この温度による溶解度の差がほとんどありません。ですから、この冷やしていくという方法は使えません。これでも塩化ナトリウムの水溶液は、この冷やしていくという実験をやったけど、結晶は取り出せなかったとあります。で、どうしたら塩化ナトリウムの結晶を取り出せるか。これ取り出せないと恐ろしいことなんだよ。食卓にさ、塩ってものがありえなくなっちゃうんで、必ず何かしらの方法で、この取り出す方法はあるはずです。この水の方を減らせばいいですね。100g じゃなくてもっと短く、少なくすれば、取り出せます。で、その水の方を少なくするためには蒸発、どうするか。蒸発させればいいです。加熱して蒸発、水分を蒸発させる。ちょっと、それだと不丁寧ですね。何を加熱するか。塩化ナトリウム水溶液ってか、もう入れた方がいいでしょう。塩化、ここはね、ただ水溶液だけでも表せると思います。塩化ナトリウム水溶液を、加熱して水分を蒸発させる。これで答えでいいです。ただし最近ね、どんどんこの学長の問題とか難しくなってきて、実験道具に何を使うかとか、そういうのを入れなさい、そういうような問題も出てくる可能性あります。そういう場合は蒸発皿で加熱しとか、そういう言葉を、蒸発皿に入れて加熱し、などという言葉が必要になってくるような問題もこれから先は出てくると思います。今のところこれで大丈夫です。